調査会社インテージが発表した夏休みに関する調査によりますと予算は平均5万8561円と1年前より2.6%減りましたこの調査は全国の15歳から79歳の5000人が回答したもので夏休みの予定に物価高、円安がどの程度影響するかについてはかなり影響するとやや影響するが合わせて69.6%に上りました 予算が減少する理由について一番多かったのも物価高・円安だからで51.5%次いで給料が増えないからが35.2%電気代・ガス代が上がるからが33.1%となっています担当者は2024年春冬の大企業を中心とした大幅な賃上げや6月に始まった定額減税にもかかわらず 物価上昇と円安のマイナス要因が大きいと分析しました。